うん、貧しい人だけどなんかだんだん良くなってるような感じ。どうして回ってるんだろう。なんかだんだんなんか平和になってきたというか、いろいろなものが食べられるようになってきたから。お兄さんが飴あげるよって言ったら、女の子たちがやったーって言ってる顔。子供たちに丁寧に説明する母親がいました。羊のお世話をしてる坊ちゃん、日本の子たちと全然変わらないし、もっと生き生きしてるっていう感じもありまして、どこの国の子もね、同じだよみたいな、逆に苦しい状況の中でも、こんなに笑顔でいるんだよって、分からん。ニュースで繰り返し流される和也さんの事件。お兄さんに何があったの？と子供たちに聞かれました。いいことをしてきたお兄さんがいい人だっていうふうに分かってもらえなくて、銃で撃たれてしまったんだよ、なんてもったいないんだろうって答えました。お母さん泣いてるけど今も泣くじゃない。あれ、ゆめちゃん分かったじゃん。伊藤、アクスーバセ。伊藤、写真撮って。いつしか和也さんのそばには子供たちの声が響くようになっていました。普段は、ブディアライの方で子供たちを相手に農業の方よりもどちらかというと子供を相手にしている時間もと同じ、仕事している時間と子供たちを相手にしている時間が同じぐらいという感じで。和也さんは次第に現地の言葉も話すようになり、村の人たちとの付き合いも増えました。一番仲が良かったアキルシャーさんとのツーショットです。普段外国人を自宅に招かないというアフガニスタン人ですが、写真には和也さんが彼の部屋で写したアキルシャーさんの家族がいます。アフガニスタンで和也さんと同じく農業を担当していた新藤さんです。当時のことを話してくれました。伊藤さんっていうだけでブディアライの中では一目置かれる存在になったわけですよ。だから伊藤さんがいれば、ね、子供は例えば伊藤さんからお菓子が欲しいとか目玉が欲しいもらえるっていう思いがあって、伊藤さんの周りに寄ると、あるいはカメラで写真を撮ってもらえるかもしれないっていうので来ると、決してそこでは自分に嘘をつく必要はない素の自分でありながらも、もう子供と日々触れ合うことができて、長老として触れ合うことができて、同じレベルで、伊藤さんはそういう現地の人たちとの付き合いそのものの中に満たされるものを感じていたか、強い愛着を感じていたか、そういうことはあると思います。今も中東などで活動を続ける山口さんです。伊藤さんとは最後まで一緒に働いていました。人それぞれの結婚観みたいなのを話す機会があって、その時に伊藤さんに、伊藤さんはどうなんですかって、聞いたら、伊藤さんはなんかすごくああ見えてシャイな方なんで、なんかすごく遠回しに、自分は日本では結婚したり生活をやっていくことはできないから、アフガニスタンに残りたいみたいな、そんな言い方をされて、内心、伊藤さんの中では本当にアフガニスタンに残ってずっとこれからもやっていきたいっていうのを非常に思ってたと思います。和也さんが農業の担当になってから3年が経っていました。これはブディアライですよね。こんなもう、これ前は荒れ地だったところに。感動ですよこれ。今年は基本的に麦の育つ時期に雨が降ったりしたんで、一番ここが水がない地域なんですね。これでもさつまいもの栽培もようやく軌道に乗ってきました。現地でのさつまいもへの人気は非常に高く、
昨年収穫した時には実に日本人一人の一生分くらいの芋があっという間に農家たちに半ば取り合いに近い形で分配されたほどです。この人気こそ我々にとって最大の追い風であり、同時に我々自身がさつまいもの試験栽培を続けていこうと思う一番の理由と言えるかもしれません。これからはどこの家庭でも毎年腹いっぱいさつまいもを食べられるように、農家がもっと育てやすい栽培技術を根付かせていきたいと思います。しかし一青年の志は半ばで閉ざされてしまうことになります。アフガニスタン人と一緒に写真を見つめる女性がいました。山本恵里さん、浜松出身でアフガニスタンで教育支援をしてきました。和也さんとも話をする中でした。この事件のあった2日間っていうのは我々にとってもやっぱりすごく衝撃的な2日間でしたし、彼もこういった本当にアフガンのために一生懸命やってきた伊藤さんがこういう形になってしまったっていうのは本当に辛いという。会場に来ていた正幸さん、2人のところに駆け寄りました。アフガンというか私たちの国でこれだけ一生懸命働いてくださった方っていうのは他にいないんじゃないかなと思っています。で本当にそれはもちろんこう近くで働いていたわけではない、その一般の普通のその村の人たち、私たちも含めて一般の周りのアフガンの人たちへのそういった影響っていうのも本当に大きかったと思いますし、やっぱり今までにあんなに村の人たちが動いたっていうことは、やっぱりあれだけの人を動かせたっていうのを人が本当にいなかったと思います。本当にご冥福をお祈りしたいと思います。本当にアフガニスタン、いつだったか帰ってきたこの荷物の中、別にお土産って持ってきたじゃないけど、荷物の中にこの子供たちの服があったんですよね、2着ぐらい、多分バザールかなんかに行って買ってのかなと思って、すごい綺麗だった、この子たちにお土産持って行きたいね何を持ってっていいのか分かんないけど、息子が生きたアフガニスタンの地に立ちたいという思いはやみません。しかし治安が悪化する今、その願いは叶いません。ありがとうございます。Thank you. 家族のこと忘れないでくださいって言ってください。 Please remember the country's memory. Yes, 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 forever, forever. Thank you. Thank you. ありがとう。写真展は会場から外へと広がっていました。掛川市に近い牧之原市の中学校です。何枚かの写真を見てもらい、子どもたちに和也さんの生き方と向き合ってほしいと考えました。あの写真はその伊藤さんが撮った写真？そうじゃない？笑ってる女の子の写真。そう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 。でじゃあやっぱり子供の笑顔が嬉しかった。なんか写真とか笑顔ばっかりだったよね。うん、めっちゃ笑ってたね。子供笑ってたね。子供の笑顔から伊藤さん何感じたんだろうね。その仕事のやりがいを感じたと思います。